来ました。急いで屋根をつけましょう。屋根？そんなのつけられんの？車の左側にルーフパネルがあるので押してください。これか？何にもなんねえぞ。ん？何にもなんねえ。押しましたか？では、うわー、グリフって便利。これで雨でも大丈夫です。これ、押した意味あったのか？私のことは心配しないでください。滅多なことではありませんので。ごめん、全然心配してない。大振りになってきたな。雷こんな近くで見たの初めてだ。耳がキンキンする。どうしたエリー？もう大丈夫だぞ。ちょっと驚きだな。お前にも怖いもん。エリー、おいエリー、マジでどうしたんだよ。グリフ、エリーの様子が変だ。どっか休める場所まで急いでくれ。もう少しでスカ村に着きます。そこで雨が止むまで休みましょう。俺とプルーはエリーを休ませてくる。では私はこの辺りを調べて地図を作っておきます。プルー様、どうかお気をつけて。なんか暗いな。雨のせいかな。腐ってる。やっぱなんか変だぞ。ホテルスカ宿屋か。こんちは。あら、お客さん？珍しいわね。この子、少し休ませてほしいんだ。雨が止むまででいいからさ。雨が止むまでね。
ついてきなさい。タオル貸してくんない？この通りびしょびしょでさ。言っとくけど、ここではこれ高いからね。こんなタオルが？あの子すぐに眠っちゃったわ。そっか。ひどく怯えていたみたいだけど。それが雷を見た途端ああなっちゃってさ、俺にもよくわかんねえんだ。そう、雷で、あなたたち何泊するつもり？そうだな、雨が止むまで。長くなりそうね。お、変なの。それよりプルー、探検しに行こう。そう、あの宿傘も置いてねえのかよ。どっかで傘買おうぜ。終わった。買えるか。一体カエルとどういう会話を。つーか、お前カエルと話せるわけ？そこどけ、どけよ、邪魔なんだよ。カエルだって生きてんだぞ、いじめちゃダメだろ。殺すんだよ。俺は悪魔退治やってんだ、邪魔すんな。あ、悪魔？やめろって言ってんだろ。お前なんか何も知らないくせに。旅人よ、あの子には何を言っても無駄じゃ。青空を見たことのない子供の心を晴らすことなど。